久しぶりにね、この字幕付きセッティングで会いますので、Google ちゃんがどれぐらい音を拾って翻訳してくれるかは分かりませんが、まあ、期待しましょう。1年前に比べてね、頭良くなってるかもしれないし、あとちょっとマイク大きい小さいとかあったら、また教えてください。スマホナス。少しね、子供に汁物も与えてお腹を膨らましていこうかなと思います。なんで麻婆茄子なのかって言ったら、もうね、我が家にお肉の在庫が我が家にございません、ございませんので、これなんだろう、あ、海苔か、食べる、これ海苔かございませんので、まあお肉をひき肉にしてかさ増ししようかなっていう作戦でございます。ネギ使いたいなっていうのもあります。ネギ使っていきます。ひき肉があるので今日はこのひき肉、まず最初にね、綺麗なものから、あれ、まな板がない、綺麗なものから順番に切っていきます。えい、今日もリンゴから切っていくよ。いつものヘンテコな切り方で切ってまいります。動物園の飼育員さん風の切り方でね。今日はあのまたね、ひき肉系やるんで、あの芯のとこまでせめて使いません、ほどほどにします。芯の方はね、ひき肉に混ぜるんでいいです。音楽つけると後で編集に使えなくなっちゃうんだよね。これあの音 BGM つける前にあの録画をしておくと、例えば GoPro 本体の方とかで録画をしておくと、まあ後からアーカイブとかにねするとき使いやすいんですが、 BGM をねかぶせた状態でね録音しちゃうとね、なんかいわゆるジェットカットっていうんですか、いらないところ切ったときに BGM がねキレッキレになっちゃうからね、やりづらくなっちゃうんですよ。というで小話、まあだから、まあそういう風に後から編集できるようにって考えてアーカイブを作ったところでね、じゃあね、あの編集するのかって言われたらほとんどは編集してないので、まあ気にしなくてもいいのかもしれないけど、一応ね、一応ビデオ資産的にはどうなんかなっていうところです。ここ直してよとか、変だよとか、音入ってないよとか、そう結構ねマイクがあの無線で今ワイヤレスでやってんでね、途中で切れちゃったよとかいうこともあるみたいなので、なんかあったら教えてください。ちなみにですね、マイクはですね、私あの旧型のマイクを使っておりまして、あえて使っておりまして、あの 2.4GB でね、 Bluetooth とかで飛ばすやつじゃないんですよ。なんでかって言ったら、あの私まあこう料理することが多いでしょ、料理するときとか、まあ、私がマイク使うときってこう料理していて、で、あの字幕載せたいというか、まあ、子供の声がね入りすぎるとき、子供の声が入りすぎるときとか、あと、まあ、外に出て庭先でとかいうことが多いんですが、あの電子レンジ、今流行りのっていうか、まあ、主流の 2.4GHz 使うね、Bluetooth のワイヤレスマイクだとですね、あの、電子レンジと干渉しちゃうんですよ。電子レンジ使ったらね、音がね、聞こえなくなっちゃうの。それで、まあ、音の質としては、要するにその波の数が少ない、旧型なので、音の質としては落ちちゃうんですが、まああの干渉がね、電子レンジ使っても OK ってことで、私あえてこの旧型を使っております。あ、なんか新型買うんだったらロードのマイクが欲しいなって思うんですが、ロードのマイク高いよね。あれ、大腹筋がない、大腹筋がいます。フレーバーとしても声聞こえるのがいいところ。3人にね、まずは平等に分けていきます。平等じゃない色だ。開けていきます。なんかお皿が綺麗に洗っちゃう。なんかちょっとダメージのあるところは見た目的に青いと桜は食べてくれなさそうなので、コウタに与えていきます。全然平等じゃなかったね。何個ずつ入った、
数えてないや。平等と見せかけて、平等じゃない。はい、まあ、こんな感じかな。雰囲気的に。雰囲気的にいこうかなと思います。はい。これをね、冷蔵庫に入れておきます。Thank you for following! チューリップクスさん、こんにちは。Hi, nice to see you. ありがとうございます。このね、リンゴの端切れは今、あれです。今日はひき肉作りますんで、入れてくよ。入れてくよ。もう本当にこの家は何でも入るよ。何でも入るのさ。本当に、まかない張りに何でも入りますよ、うちは。なんか、まかないって多分、まかないってわかんないけどさ、経験したことないから、飲食で働いたこととかないんで、わかんないですけど、きっとね、そういう感じなんでしょうね。食材を無駄にしないで、なんか美味しいものを作るんでしょ？まかないご飯。毎日がまかない。うん、よいしょっと。はい。リンゴも無駄にしませんです。風味風味。で、さすがにこの辺は食べれなかろうというところはね、取っておきますけれどね。子供なんでね、食べさせる相手は。はい、ですね。で、ハンドミキサー持ってきます。事件だ。お米研いでおけって言ったのに、コータのやつ研いでなかったです。ママ、大急ぎでお米研ぎます。残りのお米だけでいけるかな今日は。なんかもうめんどくさいんだよな。やりたくないんだよな。増やしたくないのよ。でもお米ぐらいはすぐ研げるから研いでおこう。お米研ぎます。お米、はあ、明日の朝の分まで4カップあれば足りるかな。わお。ということで、今からお米を研ぐんだったら、ご飯の出来上がりは45分後ですね。よいしょっと。45分で晩ご飯できるか。できるよね。ちょうどいいぐらいじゃないっていう、ストリーミングの長さ的にも。はい。ごめんね。研いでいきましょう。こんなことやっと向かったら、こんな感じよ。今別に映さなくてもいいから一回切っときます。ところで皆さん風邪とか大丈夫ですか？やばいよもうね。あおちゃんのクラスね、担任の先生がねコロナになっちゃって1週間お休みってなってね、でももううちもコロナやってるし、もうあまりにも一般的、もうほんと風邪ぐらいの雰囲気だからさ、多分これがさ1年前とか2年前だったら学校の担任の先生とかがなんかコロナになったったら、なんてことしてくれんのみたいな先生のことを非難する気持ちの方が大きかったと思うんですけど、もう今はもう誰でもなるし、うちもなってるから、先生大変だね、大丈夫かなみたいな、うつされたらどうしようっていう気持ちはもうこれっぽっちもないですね。むしろ先生1週間も休んで仕事に穴開けて大変だろうなとか、あとまあコロナなんだかんだね、まあコロナに限らずですけど、まあ要はたちの悪い風邪みたいな風に思っても、なんかさ、やっぱ学校の先生って基本的に1日立ち仕事だから、先生大丈夫かなとか、1週間経ったからってそんないきなりフル出勤できるのかなとか、声がね、喉痛めた、鼻とか喉とか来たらやっぱり授業するのも大変だろうから大丈夫かなとか、そういう気持ちの方が大きいですね。まあそんな感じでですね、北海道のコロナはやばいらしいです。北海道のって言ってもどうなの？でも北海道で1万人って札幌で半分も行ってないんでしょ。どこでそんなにコロナ発生してんだろうね。北海道なんか人口の半分札幌に住んでるのに。半分は言い過ぎか。はい、ね、お米研ぎます。やる気のない相変わらずやる気のない研ぎ方でございます。お米はこれで透明になったらおしまい。やる気なくお米研いでいきます。なんか春にかかったから
オミクロン、多分オミクロンだったと思うんですけれども、オミクロンやってもまた次のはかかるんだね。まあ風邪だって、風邪だってっていうか、まあ要は風邪ですけれども、風邪だってさ、待って、字幕が、風邪だってね、なんか1年に1回とか2回とかかかるってことは微妙に型が変わってるってことだと思うんで、まあしょうがないですよね。はい、透明になったらおしまいです。はい、でこれでお米はおしまいです。とこう平らなところでね、お水の量を確認します。今日はこのままでいいっぽいので、足さないので、このままお米セットします。で少し10分ぐらいしたら炊飯始めます。あ、そうだ、翻訳入れてなかった。はい、で次ですね、今日使うもの、ナス、ナス切っていきます。でその前にあれだ、今日どのフライパンで作ろうかな。大きなフライパンで作るかな。新しい大きなフライパンで、こちらですね、こちらのフライパンをちょっとあの消毒がてら、これでね野菜を湯がいていきます。よいしょ。なんせうちの食洗機は信用なりませんので。ネギですね、ここにたくさんたくさんネギがあるので、これをねまずね刻んでいきます。ね、子供がね基本的にあんまりこうネギと分かるネギの量は多くありません。小さめにしておきます。なんかゴミついてるな、気にしないでも。あとはね麻婆豆腐の方が美味しいなって思ったんだけど、お豆腐買ってませんでした。お豆腐は買ってませんでしたので麻婆ナスにします。はい、ネギですね。はい、でこっちのねでっかいのは後でミキサーに、ひき肉と一緒にミキサーにかけておく。でもこのままです、あの隙間の汚れが取れればいいぐらいの気持ち。長ネギなのに目が、長ネギなのに目くる。今日一緒にミキサーに入れたいかなみたいなね、お野菜も少し見繕うというか。これさ、大根ってさ再生できんの？再生野菜になるの？ちょっと切ってみる、ここのところ。再生野菜になるんだったらやってみたい。大根もね、あの少しあのかさ増し要因として入れようかなって思います。ひき肉のかさ増し要因として、大根生きるのかな。生きるんだったらなんかどうにかなってほしいよね。こんなに葉っぱいらない気がするよ。君たちはミキサーに引かれていなくなりなさいって感じ。はい、あー、目がちょっとどうなんでしょうね。ネギに引き続き大根水につけてみよう。ネギに引き続き大根をちょっと昨日か一昨日の小松菜、なんか妙に青々してんですよ。すごくない？妙に青々してんの、なんか元気だよ。それはさておき、切る場所がないな。もう一枚まな板出すか。あの大根ってさ、ほら下の方辛いじゃないですか。で下の方辛いから、うち子供が、まあ、子供がね、基本子供が食べるんで、多分ね子供食べないところはね、一緒に今日あのかさ増し的な使っちゃっていいと思うんですよ。あの湯がいて、洗いがてら湯がいていきます。うん、はい、で
これはね、すぐ回収します。もうほんと洗うだけって感じなので、本当にさっと洗ったらいいかなぐらいの気持ちです。洗う代わりに湯がくって感じですね。なんか子供が揉めとる、揉めんといて。本当はね、ちゃんとね、しっかりね、水につけておいた方がいいのはもう百も承知なんですが、はい、取りました。かさも、あのひき肉に入れる用のね、これもね、洗うつもりでちょっと入れていきます。これはあのミキサーに入れるやつのね、直接こっちに入れていきます。これもさっと汚れが取れたらいいって感じ。汚れが取れたらこっちにお入りって感じです。取れない。取れますね。多分ね、ここにね、あるレタスがもう今日スープ、このレタス今日スープになった方がいいのだと思うんですよ。基本的に私使いたいものを、使いたいものを探すって感じですね。これ、ここにね、半端な卵、漬け卵があって、これこのまま取れるかな。このままパキッと取れるんだったら、それが一番いいんだけど。半端な漬け卵。つなぎでね、つなぎでちょっと水かけてパキッと取れるかなってやってみます。今あとなんかこうひき肉に何か入れられないかなって今考えてます。この半端な漬け卵パキッと、あ、ネトッとしてるからもうこれパキッとはいかんのか。そう、昔なんか卵黄の醤油漬けみたいなの作ったんですけど、なんか誰も食べてくれなくてですね、そうこうするうちに割れてしまってというのがございまして、それをね、今日つなぎみたいな感じで入れていきたく思います。はい、よしと、よしと、はい、入りました。すべてを使い切ります。すべてをね、もったいないから使い切りますよ。今日はあと麻婆茄子、茄子だけじゃ多分我が家的に多分茄子だけじゃ絶対あの具が足りないと思うんで、少しね大根も混ぜていこうかなって思います。じゃあ大根の皮も使いようっていうところなんですけどね、まあ、一応放射能を気にしている身としては大根の皮はやめておこうと思います。皮むけるものは使わない。うん、お腹すいた？今日麻婆茄子ですよ。食べてってください。麻婆って英語でなんて言うんだろう。麻婆は麻婆だよね。でもね。はい、ちょっと辛いところね。大根の先、辛みがあるので、ちょっとこちらはですね、今日はスープとかひき肉の中に混ぜ込んでいきたいと思います。本当はね、なんかこう、大根おろしは上で作るんだっけ？まあ辛いのは辛いなりに食べる道があるんですけど、なぜうちは子供が食べる人なのでね、あくまで子供の舌に合わせた使い方っていうことになっていきます。いろんな理由ですね。何がってことはない。いろんな理由だよ。うん。はい。で、あんまね、大根もね、入れすぎたら辛くなると思うんで、これぐらいにしておきます。先の方はですね、水から煮てスープにしていこうと思います。水から煮てスープにするよ。めっちゃまな板がね、もう歪んでるんで、くる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 回ってますね。見苦しい。ストリーマーとしてあるまじき。
絵面的にもこっちの方がいいかもね。はい、私の手際の悪さがバレてしまう私の手際の悪さがバレますで、ちょっと今それやってる間にこっちのね、お鍋で軽くお湯沸かしてお鍋洗っていきます。はい、全然猫の手じゃないんですよ、私。見てて、多分見てる人、怖いって思うと思うんですけど、私逆にこれの方が怖いので、はい、だってこれの方がなんかここ切りそうで怖いんだもん。よいしょ、これだったら爪がどこにあるか分かるから怖くない。どこまで切っていいとこかちゃんと自分で分かるから。はい、できました。大根を水で煮始めたらですね、次あのナスを切ります。ちょっとね、あのお鍋を洗うのを兼ねてお湯をね沸かします。ありがとうバンディットさん、 Thank you for your cheering。 ありがとう、 good timing I can jump now。はい、飛べますよ。今飛べますよ。ありがとう。目いっぱい飛ばせていただきます。せー、目いっぱい飛んだらここ頭打つんだった。この辺でやらないと。いや、ほんと。せーの。ありがとうございます。 Thank you for your cheering for my wellness。 ありがとうございます。どうもありがとう、バンディットさん。運動した方がいいと思います。運動する。大根をお湯からじゃない、水から煮ていきます。はい、今日はね、スープ作ります。麻婆茄子に合うようなスープを作ろうと思います。水入れます。で、この間のだし昆布がありますんで、だし昆布入れます。はい、煮ます。はい、で、はい、次ね、麻婆茄子のメインの茄子です。やっと茄子来たよ。茄子だよ、エッグプラントです。この間あの私がもうすっごいグダグダになりながら、その日本当にもうグッタグダだったし、ダメだった、買ってきた茄子です。命をかけて買った。はい、切っていきます。もう何にも私あの同じ作業だけをしたい人間なので、もうまずヘタを全部落としていきます。まずヘタ落とします。同じことだけをやっていきたいんです、私は。はい、であとはもう皮を、あれいけるかな、このまんまいけるかな。あー、いけなかった、しょうがない。よいしょと、同じことだけをやりたい人間です。ひたすらにナスを剥く時間ですよ。皆さんナスは好きですか？あんまりなんか昔はね、秋になったらナスが美味しいなんて話もありましたけど、最近も関係ないですね。そもそもナス全部めっちゃ怖い。え、何が怖い？ How scary？ どう怖いですか？見た目が？私の切り方が怖い？すいません。正しい切り方できない人間ですみません。手元が怖いかな。 Thank you for following チュリアンホットクさん、こんにちは。アザマ It's scary to watch you cut it。 あ、そうなの。
そうなの？ない、もうなんかもう誰がっていうわけじゃなくて、なんかもうナイフ使ってるっていうこと自体が怖いってこと？なんかそれはわかる気がするな。人しかに人がナイフ使ってるのを見るの怖いっていうのはあるかもしんない。はい。ここに皮置いちゃダメじゃん。どこで皮むきすりゃいいの？シンクか。シンクですればいいのか。シンクでしよう。シンクで皮むいていきましょう。だね。皆さんいつも言ってますけど、日本のピーラーは引きますよ。日本のピーラーはね、引いたら動きます、引いたら向けます。外国のピーラーとは違います。はい、こんな感じですね。マーボーナスは皮むかない方が美味しいのは分かってるんですけど、私何でも皮むく人間なので向きます。見た目がね、やっぱ煮崩れちゃうよね、ナスとかはね、皮むいたらさ。I still do。 じゃがいもの皮をむくのが嫌だった。まあ、あれじゃない、基本的に I think no one loves to peeling the potatoes or peeling the something。 なんだ、みんな嫌いだと思うよ。そんな好きな人いないと思うよ。ただまあ、無心にはなれるけどね。But I think that is a good for meditation. なんかこう、メディテーション、あの、ヨガ、ヨガじゃないし、瞑想、瞑想にはいいと思いますけどね。同じことするのは、なんか無心になれますよね。ひき肉をね、作ります。子供が食べるんで、ほんまにちっちゃく。ここにね、場所がない。こんなにあるのにまた場所がない問題。こんなにあるのに。はい。あ、でもあれだ。今入れないんだ。最初に油だ。それで、もうなんか一晩だけだから。AC ケーブルは持ってきてなくて、どうなのって、あとなんか去年使ってた子供のデータ入ってるし、どうなのって感じだったんですけどね。え、ナスですね。ナスなんですが、ちょっとね、切ってね、置いとく場所がないんでね、ここにね、先にオイルとかいろいろ入れていきます。子供が食べるものなので、チリは入れません。ガーリック。そう、ガーリックは iHerb で注文しました。ガーリックとジンジャーとアイハーブでね、注文しましたよ。はいはい。ガーリック入れます。何？で、オイルですね。オイル入れます。なんだ、GoPro バッテリー入れとかないとダメなのか。はい。で、ナスですね。今、あそこに。入れていきます。あ、でも違う、最初にさ、ひき肉作んないとダメなんじゃない？ひき肉だよね、ナスの前にひき肉じゃん。じゃあひき肉作りましょうか。はい、もういいや、なんか順番が途中でめちゃくちゃになりましたけれども、まあそれもまたストリーミングさって感じでいいです。気にしないことにします。はい、大量にナスをね、切ってまいります。まあ、こんな風に切ってます。すごいね、このナスの山。たった5個分なんですけどね。よいしょ。なんて雑な家だ。なに？はい、で皆さんお待ちかねのプロテインの時間でございますよ。 It's your recipe。 kind of、 わからない。なんかもう毎回すごい適当に作ってるから、一番最初は多分もちろんなんかレシピとか見たんでしょうけど、もうそれもね、もう何年も昔のことだったから、その後はもうひたすら適当にこう自分のアレンジで毎回作っているので、難しいね。だからまあ一応オリジナルレシピってことにはなるのかな。どうなるの、コト君？ん？なんか
パンディットさんがさ、それはママのオリジナルレシピかいって言われてさ、適当レシピだからオリジナルレシピってことになるのかな。英語で説明、英語で説明してよ。そうだよね、レシピもへったくれもないって感じだよね。わかります、ありがとうございます、ありがとう。ちなみにこれあのお肉柔らかくするときに麹に漬け込んでおいたんで麹ついてます。このまま入れます。え、美味しいよ、旨味だよ、旨味、麹は旨味、麹は旨味。お肉ね、ポイポイ入れていきます。なんか映らなくて申し訳ないですけれども入れます。で、あの今日はあのつなぎの方はですね、ポテトスターチ入れていきます。ハサミ見かめは消えました。でとろみをね、まず片栗粉、スターチ入れます。量は適当です。で多分スターチだけだとなんかうまくいかない気がするので、適当、なんかなんかってさっきからそんなのばっかだね。スターチだけだとうまくいかない気がするので、ちょっとね、あの小麦粉、フラワーも入れていきます。半分ぐらいで、ちょっとこれあと塩と胡椒、まあ、塩胡椒でもついてからいっか。で卵も入ってんで、一応これつなぎ的なものは OK だと思うので、これでねガッとやってみます。うん、これはおすすめします。もっと大きいやつの方が便利だと思うんですが、あの大きいと洗うのめんどくさくなってくるからね、ちょっとの量を作るときとか逆に不便になってくるからね、うちはこのサイズでいいかなって感じです。調味料入れ忘れたけど、まあいいや。よくない。よくない。さっきゴムベラ使ったんだよな。ゴムベラ使ったんだけど、ないな。どこ行った？焦げちゃった、少し。なんかさっきカメラのことでボタ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 している間に。はい。はい。お肉を入れていきます。でひき肉をね炒めていきます。焦げちゃった、さっき早速新しいフライパン焦がしてしまった。トロトロですね、本当にこれがひき肉になるんかな。てかやっぱり最初にナス炒めた方が良かったんかな。なんかもういろんなことを間違えてますね、私ね。最初ナスだよね、やっぱりね、ナスだったよね。いやどっち？分からん。まあこの分かんないっぷりはやっぱりオリジナルレシピですよ。この分かんないっぷりはさ、もういいや。だってなんか決まったレシピだったら私こんなに今てんてこまいなわけないじゃん。ちゃんとねひき肉になるようにね、ひき肉になるようにしていきますよ。塩ってものをまだ何にも入れたら、あ、でもこのお肉塩味ついてるからいいな。ちょっとひき肉なんかいい感じになってきた気がするよ。半分はあの鶏そぼろというものに変身します。今からジャパニーズスイート酒とお醤油が、ね、あります。最初にみりんだね。君たち半分は鶏そぼろにおなり。
最初に醤油入れちゃいます。別の時の何かに半分は使います。でもなんかトロトロだからならないかもな、もしかしたら。まあ次回の麻婆なんとかになればいい、そしたら。はい、で次ですね、はい、ナス入りますよ。でナスですね、ちょっともう順番がめちゃくちゃですが、気にせずにナス入れていきます。いいいい、順番がめちゃくちゃやになってもうてた。はいはい、いつものことですね。このストリーミングでいろんなものの順番がめちゃくちゃになるのはいつもの、そこもお約束的なね。違うな、このちょっとこの IH からさ、ひき肉ゾーン IH から外して、油が足りんかった。だからこの油、ナスに油をね吸わせないとね、美味しくないよね。キャーキャー跳ねる。でも麻婆って言いつつ、今のところ何も麻婆の要素ないな。豆板醤とか入んないしね、子供だから。甜麺醤入れてもいいんだけど、結局甜麺醤だけ買ってないから、あのあれになるんで、わ、お味噌とごま油と砂糖みたいな形に、ね、なるんですよね。やっぱナスがちょっと油吸ってしんなりしたら、調味料なんかをね入れていきましょう。ちなみにさっきからずっとね強火です。焦げとる、キャー焦げてる、麻婆、ここからね、麻婆風味の、ここから麻婆風味の味に整えていきますので、はい、片栗粉はもういいじゃん、焦げない程度に炒まるのを待ちましょう。あ、そうだ、ここにネギ入れるんだった。でもご飯できる。あ、でもご飯があと15分しないと炊けない。してっていうか、わからん、もうなんかいろんなものがぐちゃぐちゃ。スープ作るんだった。スープのことすっかり忘れてたけど、でスープに、でなんかいろんなことをすっかり忘れてたんですけど、あのスープにね大根を入れる量が多すぎるから、大根の半分はこっちに入れようと思ってたのよ。はい、で味なんですが、子どものご飯なので豆板醤を入れるっていうことはできないのでですね、豆板醤の代わりに何使うのって言ったら、お味噌使っていきます。酒、ジャパニーズ酒です。砂糖、やりすぎトール入れます。はい、ここにねソース作りましたんで、よいしょ。あれ、大きさがこれに合う蓋ないのか。まあいいや、煮ていきます。スープあるのでスープね作ります。スープ、パンパンなレタス入れて、なんかサンランタンみたいな感じの味にしていこうかなって思います。大根はねもう煮えましたんで、あと溶き卵ですね。何でもかんでも使い切りですよ、この家は。ナスが1匹出張してきてる。
何でももったいないもったいないで使い切ります。この家はすごい、こんなカスみたいなレタスまで使うの私。これをね入れておけばね自然に出汁になってくれます。あ、そっかそっか。でもさっき昆布だし取っておいたんだ。昆布だしちょっとみりん足しておきます。サンラータン風にしたいので卵をね入れていきます。溶き卵を作っておきます。卵スープですね。ちょっと酸っぱい卵スープですね。要は生姜を入れればよかったのよ。ちなみにあのお味噌の代わりにピーナッツバターを入れてもねそれっぽくなります。いやもしかしたらピーナッツバターが元ネタなのか、元ネタっていうかまあ本当の代用品なのかもしれない。うちはあのピーナッツバター、我が家にとってはピーナッツバターの方があの貴重なので高級品なので、うちは味噌があるときは味噌を使います。なかったらピーナッツバターを使います。もうあお米炊けたね。お米炊けました。じゃあご飯仕上げしていきます。まず溶き卵です。サンラータンがちょっとスープが、もうちょっとスープかさ増しします。でこれガーッとまず溶かします。麻婆茄子だよ。何で食べたい。いやそれごと持ってきなよ、それごとさ。いつ、いやこれごと持ってきなって、それそのためにそういう風にしてるんだから。はい、ママさん、酸っぱいスープにしていい？それとも酸っぱくない方がいい？酸っぱくないスープがいい？チャイニーズだけど酸っぱいスープじゃない方がいい？しょっぱい、ただのしょっぱいスープの方がいい？これ何もママ、そういえば塩も何もしてないかもしれない。味見てみてくれる？沸騰してる。うん、ちょっと待って、しょっぱいとか酸っぱいとか、いや酸っぱかしてないけど、なんか塩足した方がいいかとか。全然塩足していい。塩味でいい。大根風味の水。うん、塩でいい。そしたら塩だけでいい。いやもう全然、なんかもうドバッと足していいですよ。なんか何も水です今。うん、なんかそういえば何も足してなかったなって今気づいて。え、ごま油足していい？それともただの塩スープの方がいいんだったらごま油いる？でも酢はいらないってこと？いや、いいよ。じゃあ入れない。これでもう出来上がり。もうなんかほんのりとろみはついてんだよね、これね。このままね、こうたくん、なんかママもうこれこのまま食べてもいい気がするんだけども、ちょっと味見してみて。ちょっと味見してみてよ。あと足すとしたら、これにごま油とチャイニーズペッパー、チャイニーズペッパーかけても子供食べます。チャイニーズ、あ、ネギ入れようと思ってたんだ。ネギをね、入れるんでした。ネギ入れたら、でも子供食べなくなっちゃうかな。ちょっとネギ入れるタイミングも間違えましたね、なんか今日はいろいろ失敗しましたね。パパ、パパ、マッチ、パパ、食べたらパン、ピッピン、これで、
出来上がりということで今日は、はい、じゃあもうお米よそって食べて。濡らしましょう。さくらちゃんにあげましょう。おたくにも。おたくにもあげましょう。うん、青くは綺麗に食べてます。はいはいはい、これ今日は麻婆丼です。もうカバーしちゃおうか。よいしょ、こんな感じで。マーボー丼でした。はいはい、ご飯できてるよ。持ってって。もうあくとさくらちゃんあんまりお米いらないのかな。わお、めっちゃ中華。めっちゃ中華。これもスープの中華ですか今日。でもママごま油入れてないよ。いや、スープは今から入れてあげるけど、君たちあまり汁気好きじゃないじゃない、あまり好きじゃないじゃない。そう、ね、ん、何これ豆板醤の代わりにね。うん、いいよ、持ってて。うん、今日のご飯はこんな風になりました。なんかもたもたしつつもとりあえずは無事に作れました。麻婆茄子となんか中国風のつもりがなんか普通のスープです。普通の卵スープです。こっちやだ。いただきます。嫌だったら置いといて。これ食べた？食べてない。食べてごらん。食べてみて。いや、食べてないでしょ。いかがですか、麻婆茄子。いい？スープおいしい？さくらはスープおいしい？よかった。あ、じゃあおかわりする？うん、今と同じぐらい食べる？いい？どっち？同じぐらい？同じぐらい？ちょっと多いぐらい？どっちでもいいよ。どれぐらい？ちょっと多いぐらい。ちょっと多いぐらい食べる？いいよ。麻婆丼とスープです。コウタです。感想いかがですか？ナイス。辛いとか甘いとか。辛いの？あ、コウタがね、コウタが唐辛子を足しすぎたからね。それはコウタがアディショナルで。それはコウタが自分で唐辛子を足したのよ。ちょうどいいんだけど。さくらちゃんのエゴはめちゃめちゃ可愛い。ありがとう。あめみんな。うん。ヤムって言ってごらん。ヤムって言ってごらん。ヤム。ヤミ。
かりじゃないでしょ。今お腹いっぱいでしょ。今はもうお腹いっぱいじゃん。お腹いっぱい。ダメダメ。それ全部食べたらリンゴあるよ。うん、ハングリーでしょ。ハングリーでしょ。ね、それぐらいは食べよう。うん。卵はい。まだハングリー。ハングリー、ハングリーなのに、なんでそんな渋い顔して食べてんの。うーって怒ってる。なんでそんな怒ってんの。さくらちゃん今日保育園でトライアングルでやったんだよね。なんかクリスマスでみんなで音楽やるのに。あ、そうなの。あれ、あの鈴。違う違う、今度トライアングル、あの三角のさ金属でこうやって鳴らす。みんなでやったの。じゃあ。違う、みんなは違うやん。みんなは何やるの？カスカレーと、うん、すず、うん、カンバリン、うん、タンバリン、カンバリンとフットブロック、うん、あ、そうなんだ。シャカシャカチーム。そうなんだ。じゃあその中ではトライアングル主張強いから、さくらちゃん結構期待されてんだね。失敗したらなんか目立つガキだから。タンバリンとトライアングルは多分ちょっとこうしっかりしてる子に持たされるんじゃない。上手にできたの。歌はどんな歌歌うの。クリスマスの歌。それとはまた別にやってるの。おー、そっか。上手だね。うん、今はおかわりはもういらない。結構ママいっぱい入れたけど。え、まだ食べんの。どれぐらい食べんの。Yes. どれぐらい食べんの。Yes. どれぐらい。さっきすごいいっぱい入れたよ。いや、わかんない。同じとか半分とか。Yes. いや、わからないってば。お米、スープ、ナス、うん、ちょっと待って、あの順番に他の料理が食べたいの。今日これしかないわ。明日のお弁当の分残んないかな。もうダメなの、麻婆茄子じゃ。スープ食べたら、スープ。だってさ、青い納豆ご飯も食べたんでしょ。いいじゃん、もう十分。ママ、いや、頑張って食べて。そんな泣くほど嫌がられてんだけども。もうママ悲しい。みかん食べる、みかん。母ちゃん、お皿の中身空っぽしようね。そしたらリンゴ食べれるよ。すごい、ママ麻婆茄子作ったのにこんだけ食べといて他のもんが食べたかったって泣かれてんだけど。何？食べれないの？泣きが映った。いやいやいや、頑張って、頑張った子からリンゴ食べれるよ。お皿が空っぽになった子からリンゴ食べれるよ。僕頑張ってる。そうだね。なんで、アオエはチャーハンが食べたいの？チャーハンとかなんかうまいの。ん？同じカテゴリーでしょ。中華。混ぜればチャーハンの味になるでしょ。チャーハンとかなんかオムライスとか。チャーハンとオムライスはだいぶ味の系統違うけど、もうチャーハンだったらすぐできるよ。でももうお腹いっぱいじゃない？アオくん納豆ご飯食べてさ、なんか2杯食べて。
スープも食べて、今もうお腹いっぱいだと思うけど、今からチャーハン作ってもお腹入んないと思うけど。何それいや、いいよ、じゃあチャーハン作ってあげるよ。でもじゃあ今のあるお皿の中身はさ、きれいにしなさい、あーちゃん。こたくん、明日これこのままお弁当に入れて、ねえねえねえ、フェイク、偽な、いや、葵は本当に泣いてるわ。涙こぼしてる。ちょっと笑ってる、でも。あ、ちょっと待って、あーちゃんの、なんか、あーちゃんとさくらちゃん食べるように励まして。かぼさないで頑張って食べて。あのお弁当を今ママ詰めていきます。明日はこのまんま、なんかほんのり辛くしろと言われたんで。なんか笑ってんじゃん。ほんのり辛くしろ言われたんで、もうお鍋で辛くしたら、お鍋で辛くしたら、あおちゃんに次チャーハン作れなくなる。ちょっとこっちで辛く。ママ。はい。食べた。食べた？お、頑張ったね。じゃあコタくん食べたんだったら、コタくん、アクとさくらちゃん食べたんだったら、あのみんなにリンゴ出してあげて、そこにあるの片付けて。聞いてない。あ、マヨナス丼です。なんか葵がチャーハン作りやがるので仕方がないので作っていきます。そしたコータご飯マーボナス丼です。はい、これを今このまま。みんなにいろんなの。静かして、みんなにいろんなもの用意してあげて。ちょっとこれもね、今ね、あれにします。チャーハンの具にしちゃいます。スープも取っておいて。おい、やってみろよ、あーちゃん、できねえだろ。ちょっと静か。やめろ。ちょっとママやだよ。塩入ります。卵ですね。これぐらい食べんの？もうそんな食べないでしょ？ねえ、そんなに食べないでしょってママ聞いてるよ。最後に水入れるとパラパラになるらしい。醤油味にするときはだから最後で醤油入れます。今日は醤油味じゃないんで、今スープを最後に入れました。このフライパンのすべてをこそげ取るつもりで、最後にその水を入れて、最後に一番最後に強火にするとパラパラになるんだってさ、チャーハンって。ちゃんとパラパラになってきたでしょ。ね、なんかこうやって一番最後、なんか全体にも卵とご飯が十分絡んだなって思ったら、
一番最後に水気を足して強火にするとパラパラになるんだそうです。今じゃない、さっき。こうしてる、こうしてる。あーちゃんできたよ。ちょっと真面目にしたい。だって、葵がまた泣いて抱き始めたらどうする。いや、ちょっとだけでわかんない。おかわぎいっぱい分だ。おかわぎいっぱい分だ。おかわぎいっぱい分しか作ってないもん。1.1 ぐらいで。もうそれをここから行こうか。あおちゃんに聞いて、あおちゃんにこれでお腹いっぱいになるって。なるよね。いや、聞いてよ。見せて聞いてよ。コータいいよ、コータにあげる。コータに、ほらコータ持っといて、早く置いて、置いて、危ないから。この落ちたやつ。いやね、何それ、どっから来たのかしら。これナスだよ、ナス。ママに作らせたチャーハンの味はいかがですか。強制労働の味。美味しい？大丈夫？はい、良かったです。まず目玉焼きを焼きます。スープ、この、 あのスープのストックはですね、またあのなんか今度ラーメンとかいろんなもの作るときはね、クッキー作ろうと思います。クッキーを、ね、ミキサーがあるのでクッキー作っておきます。これ使っちゃいたいのはね、ココナッツオイル。ココナッツオイルは食べます。やって、ね、どん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 片付けながら次のもの作っていきます。でもちょこっとでいいのか、プロテインが入るから。はい、砂糖入れます。ノンフレーバーのプロテインを使いたかったんですけど、ないです。プロテインですね、入れます。入れます。だいたい100g。 え、クッキー、うん、だって君たちプロテイン必要でしょ。このツイルが意外となかったの。意外とあんまりなかった。もうちょっとツイルです。入ります。多分全然だな。クッキー作っていきます。もう振っこも、はい、ココナッツオイルはもう終わったので、少しねオイル、クッキーぐらいの硬さになるようなに目指してオイル足していきます。ぐらいのところになりました。ここからね、クッキー毎日私しか使ってないはずなのになんだかだんだん臭くなっていく謎のオーブンです。誰が悪さしてるんでしょうね。なんでこんな臭いんだろう。なんかさ、絶対私じゃない謎の匂いとか謎の汚れが増えてくんですよ。はい、余熱、一応余熱しておきましょうか。余熱は、クッキーなんで200いいね、入ってきます。わお、新しいから飛び出てくる。はい、ちょっとね、こんな感じでもういいんです。こんな、こう固めればっていう、そんな感じですね。例
多分ここにいろいろナッツとか入れても美味しいとは思うんですが、なかなかねそういうトッピングまでたどり着きませんね。一応あるはあるんだよ、カシューナッツとかね、お家にはあるんですけどね。そういえばね、この間ね、あの私バジルからバジルシード、チアシード取ったんですよ。あれ混ぜてもいいよね。これでクッキーのね生地ができたので、こうやってねちょっとポロポロかなってぐらいでも、こうやってこの中で、もう私のあのめんどくさいクッキングでございますから、ここの中でねこうやって平らにすればいいんですよ。ここで平らにするんです。はい、ひとまとまり、ほーらひとまとまりになりました。ひとまとまりになったよ、これでいいのよ。はい、で適当にこうやって畳んで、コタちゃんコロラドってどこ？ん？コロラドってどこ？何？コロラドってどこ？アメリカ。いや、これね焼いていきます。15分も焼いてます。10分ぐらい焼いていきます。の間にですね、片付けていって、あれが焼き上がったぐらいで今日は終わりかなって思います。で、目玉焼きでございますけれども、はい。さっきのね、今度の麻婆茄子弁当に目玉焼き入れましょう。カリカリになった目玉焼きをコウタの麻婆茄子弁当に乗せます。はい、はい、謎の弁当になんか謎の弁当になっちゃったけども、はい、コウタの明日のコウタの弁当です。目玉焼きがさっきのにね、目玉焼きが乗りました。こんな感じ、もう豪快でしょ。いいのよ、男子弁当なんかこれでいいのよ。分かんない、来年からもし日本の高校に移ってこのお弁当じゃダメって感じだったらどうしよう。黙々とお片付けの時間でございます。ありがとうございます。よいしょ、入れる。あんまりすっきり洗えてない感なんですけどね。よいしょ、入ってるのないですね。9時にはさ寝たいね。9時にはもう全部電気を消して終わりにしたいね。なかなかそうはいきません。行き過ぎではなかった。今ねクッキー焼いてました。クッキー、はい、これ冷めたら切ります。はい、もう平たく伸ばして切り分けておしまい。はい、クッキーができたんでね、今日はここで終わりにしたと思います。ここら辺で終わりにしたと思います。I'd like to end this streaming now and thanks for following and chatting with me and cheering and subscribing. I'm really appreciate it. I'm so grateful for everything. Thank you so much. I hope to see you soon again and please stay safe and take care. See you next time. Bye bye. 日本からね、ご覧の方もいらっしゃいましたら、どうもありがとうございました。ね、日本全国的にどんどん寒くなっていくかと思うんですけれども。皆様どうぞお気をつけてお過ごしください。どうもありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。